に住んだりとかそういったことできるかと思いますはいわ、はい、かりました、はい、では森口さんありがとうございますはいありがとうございますはいということで森口さんにと明日の空読みについてお伝えしてもらいましたさあではですねちょっとこちらですねわかりやすい地図にまとめてみたのでちょっと見てみましょうかこちらわかりやすい地図にまとめてみるとこんな感じ 見えますかねこちらわかりやすいですね今日もこちらやっぱりですね明日も皆さんの空読みかなり重要な一日となります明日はですね特に北日本北海道や東北北部こちらはですね波々雲で雨の降り出しを追っていくということです明日はですね北海道など天気下り坂となって雨に注意が必要ということなのでこの雨のタイミング波々雲でわかるということですね 皆さん、空を見上げてなみなみとした雲があるのかどうか、圧迫感のある雲か、色や高さなどにも注目しながら、ぜひなみなみ雲を探して、もし見つけたらリポートで教えてください。10分天気予報なども活躍しそうですね。そして西日本、こちらはですね、晴れマークありましたけれども、晴れマークあっても、でもにわか雨も注意が必要なエリアということでした。こちらは黙々とした雲が現れたらにわか雨のサインということで、 ね、どんな雲広がっているのか空を見上げてみてください比較的西から東日本は穏やかな空ということでしたけれどもねねそうです、ね、折りたたみ傘あると安心かもしれません続いて東日本はこちらは穏やか明日のうちは穏やかな空が続いていくということで次の日の崩れのサインが明日見られるかも。ハロややそして飛飛飛行行行機機機雲これの絵ですすねわ、うん、かりやすい飛行機 <laughs> なす、ね、みたいですけれども。<laughs> ということでした、こちらね明日はポカポカと、ね、昼間は本当、上着いらないくらい結構、ね、気温も上がるということで春の陽気を満喫してください。さあということで明日の空読みについてお伝えしました。明日もですね皆さんと一緒に空の変化を追っていきたいと思いますので明日ですねこういう崩れのサインや怪しい雲など見つけたらリポートで教えてください。 さあということで以上明日の空読みお送りしました 時刻は22時30分を回りましたここからもソライブムーン山岸愛理とソライバーの皆さんでお送りしていきますさあということで残り30分となりました、ね、リニューアルして今日からソライブムーンに変わった新しい番組となりましたが残り30分もう2時間半経ったんですねなんだか早いような気もしますけれども えー、ソライブムーン、ここまで皆さんと一緒に楽しんできましたが残り30分は新しいこのコーナー、楽しんでいきたいと思います。ドリーームピクチャー <laughs> さあということで、こちら新し,い新しいコーナーナですね今までなかった空窓「ソライブムーン」にはなかったコーナーですけれどもこの「ドリームピクチャー」、どんなコーナーかというと、 最近見た夢の一ページをソラキャンバスにみんなで書いていくそんなコーナーとなっています。ね、そろそろ二十二時半ということでそろそろ寝る時間になってくると思いますが、ね、こちらドリームピクチャー。ね、最近見た夢の一ページをソラキャンバス、新しく始まったこちらソラキャンバスに書いていくというコーナー。 妄想絵描き <laughs> 見た夢でお願いいしたでですねでもこうやって夢って、あのー、見たい夢ってこう絵,絵に描いて枕の下に入れると見れるって言いませんこの夢見たいなって思った時にそういうふうに私聞いたことあるのでもしかしたらここで描いておいたりあるいは他の方の絵を楽しんだりとかするとあの見れるかもしれませんね。 うんね、この夢、見たいっていうのがあればもしかしたら見れるかもしれませんけれども七福神七福神の絵ですかどうなんでしょうかね、初夢 <laughs> ちょっと今日も4月5日ですからね <laughs> ちょっと遅いですけれども大きなメロンパン見たいですね。見たいではですね